熊本に TSMC が進出してくるっていうか、なぜ2世代遅れのプロセスでいいのかっていうと、実は裏を返すと日本に産業があると言ってることなんですよね。残された最後の砦です。レベル2、レベル3ぐらいの自動運転の部品系をかなり充実させて、新しい市場、マーケットがどんどん狙える。確かに日本の自動車産業にとってはプラスかもしれないですよね。モノスコープ。皆さん、こんにちは。天野スコープのお時間です。イエーイはい、スペシャルゲスト編第2弾ということでですね、前回めちゃめちゃ大盛り上がりのところですいません、切ってしまいました。で、今回はですね、なんとそのね、革新にね、触れていきたいと思いますので、大光さん、太郎さん、また、お願いします。よろしくお願いいたします。じゃあ、ちょっと時を戻しまして、はい。はい。前回ね、大光さんがちょうどその、まあ今話題の TSMC、はい。のところを切り出したところから、そうですね。はい。よろしくお願いします。皆さんご存知だと思いますね。熊本に TSMC が、まあ、進出してくるっていうか、はい。まあ日本からもラブコールを出して、まあ答えたというような形も言われてますし、はい。まあ正確な報道ってなかなか出てこないですね。まあなぜ民間の企業ですから全てをさらけ出す必要はないと思うんですけど、なのでまあちょっとこれ私の推測というかもう含みますけど、まあなぜその2世代遅れたプロセス、製造技術で日本に8000億というようなお金がかかると言われてるんですけども、わざわざ呼ぶのかと、でその本当に使えるのかというような話ですよね。まあそこのあたりをちょっとこうお話してみたいんですけど、まあポイントはですね、日本の半導体産業がそもそも衰退していった理由は日本の産業が衰退した部分がやっぱ大きいということですね。マーケットが外に出ていった、特に民生関係、家電関係というのはそうです。あと物量が出るようなものも大体海外に出ていった。したがって海外で作って海外で消費するっていうサイクル、あと場合によっては海外で設計する、開発するっていう、なんていうんですかね、サイクルが必要なんですけど、はい、まあそこに迅速についていけずに、水平分業化した海外の方に、まあ全部ビジネスが流れていくということになってるんですけど、今、TSMC が出てくるということは、実は裏を返すと、日本に産業があると言ってることなんです。ああ、なるほど。それは新しいなんか思想というか、はい、それを実際どこにあるんだろうっていうのは、いやもう残された最後の砦です。車ですね。車載です。なるほど。まあなぜ世界No.1の車メーカーがあるということと、まあ少なくともトップ10に入ってる車メーカーがまああと2社ぐらいあるというようなことなんですね。で、ティア1メーカーって言われてるメーカー、あとティア2メーカーって言われてる、いわゆる車を作るためのそのいろんな部品とかモジュールを作るメーカーのこのなんですかバリューチェーンですよね。まあいわゆるその共同体みたいなものが。まあ、よくトヨタイズムという秋夫さんが流しているビデオに出てきますけど、550万人の労働者が車産業に関わっている日本ですね、言ってるわけですね。そのぐらいの産業がまだ、これ実は成長の途中にあると、まあ一部今コロナの影響で若干減産とかありますけど、でまあこれからガソリン車から EV 車に変わっていくと言われているんですけど、まあ日本はまあドイツ、アメリカと比べてもやはり車産業っていうのはまだしっかりしてるし、まあこれからも伸びしろがあるということが一つ大きな、まずはマーケットっていう目線でのポイントがあるということですね。で、車が進化していくということはどういうことかっていうと、まあはっきり言うと自動運転っていうものにつながっていくわけなんですよ。で、自動運転をしようとしたら何が必要かっていうと、CMOS センサーがいると、あとライダーも当然あって、ミリ波もあってみて、はい、でも圧倒的に数が入るのはやっぱカメラだったんですね、はい、なぜかっていうとやっぱりモジュール単価が安く作れるっていうことなので、複数個カメラを置いて、テスラなんかめちゃめちゃカメラ入ってますよね。そうなんですそうなんです。なので、まあ、ソニーさんも TSMC が来ることに対して出資しますって言ってるわけです。それでなおかつ熊本なので、まあ、すぐ実は隣なんですね。隣ですよね。確かに。そう。確かに。実は近くの僕、加工屋さんに行ったことがあるんですよ。あ、そうなんですか。呼ばれて行って、マジで東京エレクトロンとソニー超近いんですよ。そうですね。なるほど。超近い。そうです、そうです。しかもそこに土地があるわけですよね。ここに来んだなって思ってたんですけど、そうもう本当に車で1分ぐらいですよね。車で1分、本当に隣じゃん。隣。なるほどなるほど。それでなぜ2世代遅れのものでプロセスでいいのかっていうと、まず常識的に考え、常識っていうことはよくないかもしれないですけど、車に使う半導体部品は。長期信頼性を問われるですね。だからはっきりと10年持たないといけないとか、信頼性っていう部分が大事なんですよね。で信頼性を長く持たせようとすると微細化は敵なんですよ。確かに。なぜかというとアルミの太さ、チップ上に配線しているアルミの太さとか、はい、その配線を細くすればするほど寿命は短くなっていくんですね。だからある程度太く残しておきたいと。なるほど。すると太するとチップの中のレイアウトっていうかの、余裕も広げていかないといけないんですね。その絶縁性を保ったりとかいろんな干渉をなんていうんですか、防ぐために。そうするとデザインルールは緩くなるんですよ、設計基準が。なるほど。だその分処理速度が落ちるっていうことはあるんですけど、先端の7ナノ4ナノのプロセスが必要なほど演算がいりますかっていうことなんですね、車の中で。まあ自動運転が本当にフルで動き始めて、クラウドに聞かずにエッジで処理するんだと、車の中で全部 AI が処理するんだっていうふうになるとまた話は別ですけども、それはレベル5とかの自動運転レベルなので、まだレベル2とか3のもう10年20年以上先の話になっていく。だから向こうだから10年20年は実は緩いデザインルールの半導体が車産業では重宝される。なるほど。いうことなんですよ。まあむしろそれがニーズだってことなんですよね。ニーズですね。でその長期だけではなくて、あと温度保証もあるんですね。一般民生の半導体ってまあせいぜいプラス60度とか、まあモス系のデジタルですとプラス85度っていうのが一般民生で使われてるものですけど、車は125とか最近150っていう話が出てきて、例えば SIC とか150で保証できないかとか、まあチップの熱対応強いですから保証できないことはないんですけどね。でもまあそういう高温保証っていうところにも行くと、実はこのちょっとデザインルールは緩い方が、なぜ緩い方がいいかっていうと、高温になるとですね、例えば漏れ電流が流れちゃう、微細化技術を使っちゃう、するとゼロ流れてもらっちゃ困るっていうところにちょろ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 ってこう電流が流れる、それがなんかこう悪いこと影響を与えたりとか、やっぱり寿命にも影響を与える、いろんなこということなんですよ。なのででも2世代遅れたクリーンルームですから20ナノぐらいだと思うんですけども、それでも多分車社会では最先端ですね。ああなるほど。唯一例外があるのはテスラのプロセッサーはちょっと違う可能性が、そうでしょうね。あれは AI をエッジで持ってるでしょうから、はっきり言うと NVIDIA 系のああいうチップと同じような流れで作られていると思います。だけど駆動部分に近い何か制御の半導体があるとすると、それは多分変わらないですね。あくまでも演算系はどんどんこう進化していく可能性はあります。でも車自身はやっぱり制御の方が重要なんですね。スマホはもう制御するところほとんどないので、人とのインターフェースと演算なんです。演算ですね。でも車は制御が、つまり相手がモーターだということ、場合によっては人が触るということなので、徹底的に速いパフォーマンスよりもやっぱり品質信頼性というところが大事。まあこれ本当制御をするためだっていうところが多分キーポイントなんでしょうね。そうでしょうね。そう思いますね。はい。あと人が乗ってるっていうのが、乗ってそうですね。そうね。はい。そこの両取りをするっていうことであれば、まあそのプロセスが一番であろうと。そうですね。なるほど。あと太郎さんと半導体の分類をやった時に、まだアナログとか残ってるとかいう話あったじゃないですか。リニアアナログの世界って。あそこもだから本当は古い。あ、そうですね。細かくないわけ。もう下手すると100ナノとか、130ナノとかっていうプロセスになってるんですよ。なるほど。やっぱりそれ何かって、アナログの大事なことはさっきも言ったように、切れるときは切れてないといけないですね。完全に。そうですよね。モーターがね、動き出したらやばいですね。やばいやばい。あれ完全のに動き出してるぞみたいな。確かに。切れが悪くなるんですよ。プロセスを進めていくと。まあそういうことですよね。ただでさえ半導体って書くぐらいですからね。そうです。いやまあそうか、導体の時と不導体の時がね、ごっちゃになってるっていうか合わさってるから半導体なわけで。まあでもそれの漏れてるとはちょっと別の部分なんですけど。なるほどね。そうなんですよ。なのでまあ隣にあるソニーの工場っていうか、あそこも CMOS センサーをね作ってるっていうのはまあ一般で公表されてますけども、つまりやっぱりセンサーとそれを後処理するプロセッサーっていうか、ある車用のそのプロセッサーっていうところをちょっとやろうっていうのがまずポイントだとは思う、ね。なるほど。そこを取りに来るっていうことは、影響としては要するに今っていうのは要するに熊本の工場がなくても賄えてるわけじゃないですか。ここら辺。いや、微妙ですね。微妙なんですか。そこどうお考えなんですか。そこってもう本体の中でやってる日本企業ってあんまりないかもしれない。むしろ EMS に任せてるっていうことですとか、そうですね。あと本当にもっと世代の古いクリーンルームでだましだまし流してる。なぜならまだエンジン車で大丈夫だからとかですね、車の設計仕様も昔のガソリンとかディーゼルエンジン車だとやっぱりこうサイクルが長いんですよね。5年とか10年とかでモデルチェンジしていく、メインのデザインだけじゃなくて、そういうのを考えるとまだそこに供給しないといけない物量はあるということなんですよね。そこに供給するためのラインは日本メーカー持ってるし、そうですね。で継続してる、増える一方だと思うんですよね。この辺のADAS系の領域ってもう今まだ全然搭載されてるのって一部の高級車とか、まあそういうこうターゲットとしてはまだ少ないじゃないですか。これがもっともっとその画像処理系の技術が汎用車にまでもう当たり前のように入って、例えばレベル2ぐらいの自動運転は全車種に搭載するなんてなると、これ確かに市場はものすごくまだありますね。はい、ですからその辺のやつが多分 TSMC を狙ってるんですね。そういうことですよね。はい。やっぱここでも経済合理性から考えられてる。もう間違いないですね。台湾の企業は商売人ですから。そう。すごいですよ。本当に割り切りも早いし判断も早いし。でも逆に言うとそこでティア1さんとかティア2さんがその供給を追い風にそういったそのレベル2レベル3ぐらいの自動運転のまあなんていうんですかね、部品系をかなり充実させて、またこれ世界中の自動車メーカーにこの辺って別に EV もガソリン車も関係ない技術なんで、また新しい市場マーケットがどんどん狙えるっていうふうに、それはありますね。プラスに考えれることができるよっていうことですね。そうですそうです。だからソニーさんに次いでデンソーさんも出資するってなんか報道に出てましたね。ああそうですか。あれ本当なんですかね。わからない。わからない。すいません。出てたよねということは真実はちょっと皆さんで調べてみてください。まあでも今のお話からすると僕全然やっぱりデンソーさんなんかはすごく親和性がいいんだろうなっていうふうにも聞いてましたし、やっぱりその領域をやられてる会社さんってまだまだあると思うので、すごくそういうところってチャンスなんだろうなって思いますね。はい。確かに日本の自動車産業にとってはプラスかもしれないです。全体的に見ると、はい。やっぱりそのなんていうんですか、思ってる人いると思うんですよ。その外資だからっていうところで、ナショナリズムに近いような感情で見る人もいると思うんですけど。そこはどういうふうに見られ跳ねるんですかね。私から見てるともう日本と変わらないですね。考え方としては。はい、考え方も情に厚いですし、きちんと義理は返すし、なんていうんですかね、不義理はしないですからね、きちんと信頼に応えてくれる。まあでも太郎ちゃんが言うのはそれ、日本のメーカーがそれやってくれたらもっといいのになみたいな、投資がこんなにねやってみたいな、ネガティブな意見もあるわけじゃないですか。そうですね。ただ今の話とやっぱり日本の産業の下支えになるキーパーツなので、いい面は非常にあるなっていうイメージですよね。そうですね。いや、あとその SOC っていうか、そういう分野に向けたファブだっていう位置づけを TSMC 言ってるわけなんですよね。で、今日本の半導体メーカーにそこに投資をかけて増産しようとしてる人たちがいますかっていう。そうなんですよね。そっち側、結構そうですよね。そうなんですよ。はい。まあ、ルネサスがどうしようかなとは思ってるとは思うんですけど、そこまで規模がないので、マイコンと、まあ少しある、まあ世界シェアのマイコンはトップだというふうには聞いてますけども、だとしてもそんな物量、マイコンってそんなチップ大きくないですから、そんな12インチの物量バンバン必要とするほどではないんですよ。そうなったら、まあ、CMOS センサーで片足打法やってるソニーさんを誰が一緒になって世界中に向けたそのソリューションとして出していくのかっていうのはやっぱ欠けてるっていう感じがするわけですよ。なるほどね。そうですよね。まあそう嬉しい反面、そうですよね。悶々としちゃいますよね。金額は金額だっていう。それ一面だけ見るとそうなんですけど、過去のずっと連なってきた歴史を見ると何とも言えないですよね。そうですね。何とも言えない。そのイケイケどんどんの時もあったし、そうですね。そこからいろいろあって、その日本のなんだっけ、なんとかチップも潰されちゃったし、ね、トロンチップも結局潰されちゃったし、あの日米貿易摩擦でいろいろやられちゃったんで、そういう面もあるし、まあもしくはそこがなくても、そのやっぱサムスンなんかトップダウンで非常に強いじゃないですか。で今度そういった企業が物量で攻めてきた時に日本が戦えたかっていうと、これもよく分かんないんですよね。そうですね。だからその一面だけ見てですね、何とも言えないっていうのは僕の正直な感想です。あともう一つはですね、日本の強みって言われてるものがあるんですね。半導体と関係して、それは基盤実装。あ、そう SMT でしょうね。SMT、それとその一歩手前の SIP ですね。その基盤実装は僕分かるんですよ。パナソニック、富士、ヤマハ、重機、実装機をもうバンバン世界的なメーカーが日本にあるっていうことがまあ強み。そう、8割握ってるんですよ。そこはもうね。そう、あ、はい。そこはまあね、一般の人よりは超詳しいんですけど、その前のところですよ、気になるのは。ごめん。装置は握ってるんで。ファシリテーターのためにちょっと切り込んできた。わかります。でもその装置メーカーさんとタイアップをしてかなり微細だったりとかボール径が小さいとか、これからなんですかカーボンニュートラルでどんどんマテリアルを減していくとか、いろんなリサイクルをどうしようかと考えていくとすると、そのだいぶ半導体の単体のデバイスではなくて、その基盤実装する部分に向けた何か多分ソリューションがいるんですよ、新しく。なるほど。それと SIP がどうつながるかっていうことですね。そういうことです。そこを共同開発、共同研究していくっていうのが多分大事なんですよ。ポイントとして。SIP ってわかります？ざっくりと。あ、なるほど。僕ざっくりしか。だから同じ基盤内でそのシステム構築するっていうことなんですよね。なのでパッケージのなんだろうな、そのパッケージではなくてその基盤内でそのシステムを構築するので、ここで必要になってくるのが実装なんですよ。そうですね。はい。ちっちゃなそのなんていうんですかね。あ、多分そうですね。これ皆さん大体アルファベット3文字熟語って皆さん分かってるような分かってないようなところがあると思うんで、ちょびっとだけ。そうですね。基本的に別の言い方ではマルチチップモジュールとも言うんですけども、まあ半導体のペレット、チップ状のもの、もしくは半導体で1回パッケージになったもの、これを一段階ちょっと大きな基盤の上に実装して、ある意味今チップを生でボンディングで実装する、ある小さい部品はそのままパッケージ品を入れる、それをこの例えば2センチ角ぐらいのモジュールの中にこれ樹脂封紙をまたしちゃうんです、まあ、もしくはセラミックで封紙したりするんですけど、それが SIP とか MCM って言われてるものなんですけども、それ1個でだから単体機能、一つの機能を提供するっていうものなんですよ。つまり中ブラックボックスにできて、ユーザーはそのインとアウトだけをプログラムすれば使いやすくなる。そうか、もう封止されちゃってるから中身はもう出来上がってるものだ。なるほどなるほど。だからあとはまあプログラムちょっと変えたりとかなんかすれば適当に設定が変えれますよっていうようなものを SIP とか MCM って言うんですけど、その技術は日本がまだ十分戦える領域があると言われてるんですね。だそれをちょっとこう目指していくっていうのも実はその TSMC を使う一つのポイントにはなっている。なるほど。なぜかっていうと、そういうモジュールに入る中心にあるのは何かっていうと、大体 SOC っていうかマイコン系のものがやっぱ多くなることですね。なるほどなるほど。その SIP 技術がまあ日本は世界的に見ても当然優れていて、ここのまあ商品開発みたいなものも一緒にできるチャンスがたくさん広がるっていう理解でいいんですかね。そうですね。ああ、なるほどなるほど。これは素晴らしいというか、やっぱり日本のその産業の裾野がまた広がるっていうことですね。得意領域が増えるというか。今その半導体の供給問題のまあ解決になる可能性があるって言われてるのも、実はそのアプローチなんですよ。何かっていうと、一個一個の半導体をやっぱり受注管理、供給管理をしてると、今回のような一個かけると作れないっていう問題になるじゃないですか。これもセットにしちゃえば、それから1個かけるだけじゃなくて、なんか違う似た半導体を入れ替えたらどう動くのかっていう検証に時間かかるわけですよ。なるほど。だからまず、いや今は実はどう言えばいいですかね、ルネサさんのマイコンを使っていましたと。だけどその火災で納期が問題になったので、じゃあちょっと ST マイクロさんのマイコンとか、まあ東芝のマイコン使ってみましょうかって言った時に、その検証期間とか信頼性チェックとかすごい時間かかるわけですよ。なるほど。要するに3ヶ月半年とかすると、その間に供給が戻ってきたらどうするのっていう話とつきまとうわけで、やっぱこうそこでまたこのアクセルのあれ問題が出てくるんですね。だから常にそれがつきまとうわけで、単品で管理をしてると、モジュール化しといてくれれば、モジュール化しとけばインとアウトのスペックはもう例えば一緒ですよと、合わせてありますと、中は構成は変わりますと、変わったのを教えますけど評価する必要ありませんっていうようなことができると OK なんです。確かにそういうことですね。もうシステムナイズされてて、そういうことです。それをまあなんだろうな、まあそれを企画に合わせときゃええやんか。そういうことです、そういうことです。まあある種 FPGA と近い考え方みたいな。まあ近いといや近いですね。なるほど。あとはまあそうですね、モジュールの例で言うと、例えば Wi-Fi モジュールとか Bluetooth モジュールって世の中いっぱいあるんですけど、あれはもうその標準に準拠したモジュールなので、インとアウトってもう決まってるんですね。なるほど。だそういうもので、例えば何らかのモーターを制御するっていうとなかなかこう、モーターもある程度標準化しないと難しいんですけど、なんかそういうなんていうんですか、モジュールプラットフォームみたいなものを作り上げていって、どんどん登録して、まあそれを供給できるようになれば、だいぶサプライチェーンは手順化されていくのかなと思いますね。これ自動車業界初でやんないとダメです。そう思います。だからいきなり乗用車のバリバリそのなんていうんですか、既存マーケットがあるところには投げ込めないんですよ、簡単には。だから私はよく言ってるのは、まず無人配送車でやったらいいんじゃないのと、あと倉庫の中で動いてる AGV でやってみたらどうなのっていうことなんですよ。なるほどなるほど。やりやすいじゃないですか。で台数も多いし、閉鎖空間に使う台数がある程度多いから、いろんなところで実証検証するときにこう国とか地方自治体が補助金出したりとか、いろんなことやってるので、そういうところをバンバンやっていくべきだなと。確かに確かに、今ラストワンマイルの配送なんかも僕らもすごくそういったところには入らせてもらってるんですけど、非常にニーズ多いですからね。めちゃくちゃ多いですよ。その時にその指定の SIP を使えば補助金がちょっと出ますよっていうような仕掛け作りをしちゃえば、そういうことです。活性化しますよね。活性化しますし、補助金が出るっていうことでみんなそこに投資するだろうし、ということは研究開発も進むし、いいですよね。やりたい。それはもう本当にやるべきことだと思います。いやいいね、いいですね。素晴らしい。その領域って全然日本がまだトップランナーになれるところいっぱいありますよね。世界中でニーズありますよね。半導体業界っていうところとまた別のその株式のその分類の中に電子部品メーカーとかあるじゃないですか、はい、あと基板メーカーみたいなものもあるんですけど、はい、まあそういうところがそういうのを手掛けてるんですね。そうですよね。TDK もそうだし、そうです、村田もやってるでしょうし、ミネベミティもやってますし、太陽誘電もやってますし、あとそうなんです、指電もやってるだろうし、指電もやってます。指電強いですね。あ、強いでしょうね。強いです、強いです。なるほど。いやまだまだ日本はそこは戦えそうですよね。そうですね。まあ有名企業いっぱいありますからね。はい。でもやっぱり心配なことがあってですね。ちょっと言っちゃっていいですか？いや言っちゃっていいですか？やっぱりソフトウェアエンジニアが必要なんですよ。それやるのって。もうハードはもう優秀な開発者も技術者も日本にはまだ残ってます。それなりに。だけどいないのが何か、ピースが欠けてるのは何かっていうとソフトウェアをやる技術者なんですよ。でそのソフトは何かっていうのは、つまり開発をどうやってこう合理的に、もしくはその修正がアジャイルでしやすくするかっていうようなところ、現物がなくてもある程度最終製品のシミュレーションができるっていうものをこう提供していかないといけないんですよ。なるほどなるほど。そこが実はもうほとんどできてない。要するにシミュレーションプラットフォームを提供できてないってことです。そういうことですね。なるほど。そのシミュレーションとほぼ間違いなく合致したハードウェアが出てくるっていう。そこが合ってない。なるほど。バーチャルエンジニアリングが弱いんですね。そういうこと。ああ、そうですね。そうですね。なるほど。バーチャルエンジニアは弱いですね。エンジニアリング。生産設備でも同じことが言えるから、なんか近しい課題って多い。ヨーロッパが強いんだよな、ここはね。強いですね。強いですね。そう、めちゃくちゃ強いんですよ。車載でもそうだし CAE でも強いし、だからフランスのダストとか強いわけですよ。強いですね。さあいやだから今からもう10年近く前ですかね、その産業全体、日本これからどうなっていくんだっていうのをちょっとこう調査したりとか調べた時に、G メンスがですね、こうやっぱりこう事業を再編成し始めていて、通信を売却して半導体を出してインフィニオンで出したとか、そうやってたところを見てると、出してる一方じゃなくて採用っていうか人をどんどん取ってたんですよ。それがソフトウェアエンジニアっていうカテゴリーになっていて、1年間で2000人ぐらい取ったんです。2000ですよ。もう信じられない。なるほど。確かに。それシーメンスがってことですか？はい、1社で。いやバーチャル側シーメンスめちゃめちゃ強い。強いですね。はい、本当に。もうデジタルツインってずいぶん前からね。だからインダストリー 4.0 が加速できたっていう話なんだよ。おかげさまで僕らもなんか、僕いつもシーメンスさんの別になんか絶対信者だとかっていうわけじゃないんだけども、南相馬も僕らが扱ってるバーチャルも全部やっぱシーメンスなんですよ。ここが怖いのが、ですよ。ちょっと他の動画でも言っちゃってるんですけど、僕インダストリー 4.0 の動画出してるじゃないですか、とかそのシーメンスのプラントシミュレーションの動画も出してるんですけど、そこに対してドイツの学生さんが見てくれてて、日本人の、でそのドイツの学生さんがどういうコメントしたかっていうと、実はドイツのその工業高校とか大学でみんなプラントシミュレーション触ってます。データ怖っ。なるほどね。要するにデジタルツインが前提の脳みそになって工業界に来るわけですよ、そういう人たちが。やべえな。いやこれね本当そうで、いわゆるデジタルツインの素晴らしさって、いわゆるリスクない状態でチャレンジングなことがどんどんできるんですよ。やっぱ IT がこれだけやっぱり加速したのって、やっぱりそのなんていうんですか、リスクないっていうとちょっと語弊があるかもしれないけど、そういうバーチャル空間上でいろんなチャレンジができたと。でものづくりは残念ながらそこがなかなかできなくて、現物のすり合わせだったりなんだったりでリスクが多かったわけですよね。手間も人もお金もかかったと。でもそこがどんどんバーチャルになっていくと、これに長けた人たちが、もうものすごいその今まで考えられないものを作るっていう世界を僕は設備で作りたいと思ってるんですけど、それ全員やってるって言われたらちょっともうやばいなっていう。だから今じゃなくて数年後怖いですよね。怖いね。5年後、10年後。そうですね。だって日本の工業高校ってそういうことやってないと思うんですよ。やってないですね。これって感じですね。やってない。ですし、いやもう本当にだから逆に言うとこれは手前味噌がすると、うちが絶対に負けませんって言えるのは、そこのバーチャル空間上で作るエンジニアのトップオブトップがうちにたくさんいるっていうのところはすごくあるんですよね。はい、それを学校からやってくるかって感じですよね、ドイツが。だったなって感じですよね。でもこれ学校でやるっていうのは極めて正しいアプローチで、僕らも今ベトナムとかミャンマーとかのメンバーにはやっぱりそこから教えたい、いわゆるそのハードの工場は自動化の工場はないんだけれども、シミュレーションの中ではもう自由に書けるので、そうですね。はい。そこのエンジニアやっぱり大子さん増やさないと。いやまあそうなんですよね。プラットフォームが欲しいですよね。欲しいですね。そう。そこの要するに半導体の SIP だったり、そういったところの、なんていうんですか、デジタルツインじゃないですけど、シミュレーションができる。シミュレーションエンジニアの育成にね。本当にラズパイみたいなね、ラズベリーパイみたいなやつ、1個でいいから、日本初の何かモジュールちょっと作ってみて。NEC にやってほしいですよね。だって、彼だって、僕NEC から仕事もらってますけど、その、なんだろう、これ企業案件じゃないよね。企業案件で、違う。NEC から、これは僕の企業案件だったんですけど、その、基盤に対して、その、EMI ですよね。だから電磁波がどう影響するのかっていうシミュレーションを事前にできるっていうソフトを開発してるんで、そこら辺延長線上にあると思うんですよ。そこら辺のシミュレーションって。だから NEC にやってほしいなっていう感じですよね。なるほど。そうですね。まあそういうだからちょっとまあ大企業を特に、横のやっぱりつながりをもう少し強く持って利益になっちゃってるんで、やっぱ国内でもシェア争いっていうかですね、いまだにやっぱりどこが取るんだみたいな話やっぱりなりがちなので、利益立つんかみたいな話になっちゃうんですよ。だからやっぱり市場を作るっていうね、共通のビジョンでやっぱ動かないと難しいなと思います。そうですよ。そうですね。でもこれ結構もしかすると僕デジタル庁さんなんかにお願いする事案としてはものすごくいいのかななんて思って聞いていて、やっぱり僕デジタルエンジニアの育成は絶対に必要ですってお話は、実はこの間デジタル庁に伺った時にもさせていただいて、やっぱそこの投資って絶対国としてやっていく必要があるかなと思うので、そこをぜひちょっと事案として出していけたらいいかもしれないですね。素晴らしいですね。本当その通りです。要するに検証を早く回さないといけないんで、競合に勝つっていうことはその通りです。だからそれを検証デジタルツイン上でやりまくれる環境が欲しいっていうことですね。そういうことですね。もうまさにその通りだと思いますよね。あと日本にもう一つ2つ強みがあって、それはやっぱりモーター産業が強いということなんですよ。日本がモーターというエッジを握れたらこれは面白いですよ。ロボット全部モーターですからね。貴電一体モーターっていうことはぜひ覚えておいてほしいんですけど、ロボット産業も変えるって言われてるんですよ。車の産業でも下克上が起きるって